台湾内はヤンマは、トンボメサナイトンボ科の昆虫の一種。中国、香港、ラオス、ミャンマー、ベトナム、台湾、日本に分布する。日本では以前は、九州南部、四国南部、南西諸島で見られていたが、北東方向に分布域が拡大している。全長70から81ミリメートル、腹長48から56ミリメートル、 甲子町38から46ミリメートルになる。内輪山と比較して、細い形状で、腹部後方の内輪状の広がりは、小さく黒い。また、足に黄斑がなく、全体が黒い。海岸に近い平地の池などに生息している。少し汚れた水質の環境にも生息している。成熟したオスは、水辺の植物の上に生死して、縄張りを占有し、時々飛び回りながら、 パトロールを行う。そして、同種のオスや外見の似たトンボがやってくると、激しく追い払う行動を見せる。メスが縄張りに入ってくると、すぐに追尾して連結し、空中で交尾を行う。交尾は数秒で終わる。交尾をしたメスは単独で散乱し、粘着質の糸でつながった乱塊を、水面の浮遊物などに、間欠的に副端を打ち付ける。 国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。神奈川県のレッドリストで、情報不足の指定を受けている。うちわヤンマ台湾うちわヤンマ族には、以下の種が知られている。ありがとうございます。